お疲れ様です。お疲れ様です。インスタグラム、はい、アカウント停止停止でしたかからの復活復活、なんか最近色っぽくなったね。そうですか。なんか今の言い方、なんかもう一回言って。え、そうですか。どこですか。復活の復活が、そうか、え、さっきどんな風に言ったっけ。復活そうでした地味だったね。おい、笑いや。いや、実はですね、先日本当に動画撮ったんだよな。あ、撮りました、撮りました。めっちゃ撮って、まあそこちょっと使ってもらってもいいんですけど、塗り替え道場の、うん、インスタのアカウントが消えたんですよ、うん、突然アカウントが停止くらったんだけど。だから減っとったもんね、登録者がね。はい、多分本当に完全にアカウント停止くらったんだわ。はい、で、みんなタグ付けされたやつまだ残ってんのかな、ちょっとわかんないけど。ああ、はい。そしたら復活したんだよね。そうなんですよ、うん、いやマジでびっくりしました、うん、ほんでまあ本当、うん、本当に全社員がもうみんなが調べて本当にもう無理だってやつを、はい、なんと俺が調べて一回復活させたんだよな。マジですごいです。本当にすごいよね。原因は分かんない。誰か、はい、その社員さんみたいなね、もう辞めた子とか、はい、ID とパス知ってるような子が、まあ、削除間違えてしちゃったのか、はい、ね、意図的にしちゃったのかちょっと分かんないけど、はい、それかやっぱインスタグラム自体が、はい、ちょっとその間違えて規約違反みたいな感じで停止っていうのもある。で、まあ凍結だよねそれは、はい、で停止っていうのは自分で停止させることだと思うけど、凍結停止の解除方法っていうのをまあ俺いろいろ調べたら、はい、まあ、復活できたんですよ、まあ、実は、はい、これね、まあ、動画でちょっとサムネはちょっとサムネは正直に言う詐欺うちのサムネは正直詐欺、はい、だけど本当に停止くらったんで、ちょっと皆さんにまず報告として伝えたいことは、はい、インスタ復活しました。今ちょっとフォロー解除された方とか、はい、フォローもなんか6000人ぐらいまで残ってたけどね。6000人 ?5000 人結構、あ、でもまあちょっと減ってます、ね、そうそうそう。でもなんでか知らんけどフォローも残っとるんだ。でも俺も本当に検索しても塗り替え道場出てこなかったもんね。そうですね、出てこなかったね。ログインできないしって感じでした、ね、だけどフォロワーは残っとる部分もあって、はい、なんかようわからんだけど、でも何人か減っとるとかもあって、で、皆さんその新しい方に来てくれた人もってちょっとやっぱインスタが見えんわって思ってる人もおると思う。そうですよね。そうそう、また復活しましたんで、ぜひ、はい、ね、塗り替え道場のインスタ見に来てくださいっていうことと、はい、前の、はい、フォロワーが何十人ぐらいになってるね、はいはい、その方はもう解除するでしょ。そうですね、もう解除しますね。まあ、運営は一応、なんだ、名前はレイニちゃん。レイニちゃん、レイニちゃん、あだ名だから分からんのレイニちゃんね、レイニちゃんねちゃんっていう名前なんだけどいいっすね俺口で覚えてインスタもやってるもんね。インスタやってますね、レイミちゃん。あ、レイミちゃんっていうのでやってんだ。はい、青山レイミってやってますね。青山レイミね。で、はい、リちゃんもやってるんだね。私もやってます。プライベートなんですよ。結構料理とかも出したでしょうね。そうですね、料理も出してますね、たまに、うん、まあ、みんなも知ってると思うんですけど、ミッチーとか俺とか、まあ、リュージションみんなやってるね、はい、アシマショグリーン。そうですね、アシマショグリーン結構、まあ、そっちの方を見てくださいっていうことと、まあ、はい、そのアカウントのちょっと停止でちょっと皆さんに迷惑かけたっていうことが、まあ、2点あるんですけど、はい、もう一つ、俺、せっかくなんで、まあこれさ、まあ、検索とかで出てくると思うんだ。俺らもう散々本当、まあ、全社員とかじゃないけど SNS チームと、そうですね、みんなで調べました。そうそう、で俺もブーブー言うてね、はい、ちょっともっと調べろって、復活できるだろうとか言ってわわわ言っとって、結構な時間かけて調べても本当に無理だ無理だってみんな言ってて、たまたま俺見つけたサイトが、はい、まあ、これさ、ちょっとまた後でちょっとリンク貼っとくけど、はい、簡単にサクッと言うと、まあ、インスタは凍結停止も復活できますと、たった1日で復活できるって、本当うちも1日で復活したんだわ、はい、うん、で、まあ、うちはちょっと特殊で、たまたまインスタやろうって言った時に、まあ、今結婚した子だねの子がインスタを最初に登録していたので、その子のプライベートアドレスと電話番号でインスタを作ってくれたんだよね、はい、最初。ああ、プライベートの方ですね。そうそうそう、で俺その子に電話して、はい、ちょっとこれやりたいもんで送ってくれって言って、その本当に簡単けど、インスタグラムヘルプセンターっていうところに、まあ、連絡入れる、で俺その女の子から入れてもらって、俺からも入れたんだわ、一応わからんみたいな。その子のアドレスとかわからんので、アドレスとかも俺のアドレスで送って、はい、でどっちかがわからんけど、結構多分人海戦術的に読んどるから、はいはい、で私はまあ塗り替え道場の、ね、株式会社七色で URL もあって、はい、こういうものですと、で会社で使っていたアカウントなんで停止、復活させてくださいみたいな感じで、はい、俺は送って、はい、まあ、その女の子は多分本当にアドレスとかも全部つながって、メールアドレスとか電話番号知ってるじゃん、自分のね、はいはい、俺はその子のプライベートの方を知らんかったから、はい、自分のアドレスとかで送ったんだけど、はい、でどっちか、まあ、2人とも送ってんの、はい、
で、もう一つ俺がやったのはちょっとこれ本当に面白いのがあって、これちょっと本当に面白い、はい、あのインスタグラムのアプリあるでしょ。あ、はい、アプリになんかさ口コミみたいなの書けるでしょ。アプリって欲しいなと、 はいはい、あそこに書くのもいいって言っとんのは。マジですか。あ、そうなんですか。なんか URL かなんか貼るのかなんか知らんけど、はい、それ、まあ、これここにも書いてある。で本当にこのインスタグラムの口コミみたいなの見に行ったら私のアカウントが停止しました。ブワー書いてあるわ。俺がもう一個やったのはアプリからさ、インスタでさ、はい、本当に、はい、まあこれ簡単だよ。まあ俺のインスタ立ち上げようか。はい、行くよ。ここがここからもっと簡単、はい、設定、はい、設定ヘルプ、うん、で問題を報告でフィードバック。俺これも送ったの。でこれも結構いいよみたいな感じで書いてあるんだけど、それにその消えてしまいましたってこと。そう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 。で ID だけ送って、でまあ、なんかあった異議申し立ての画面で本人項目を求められて、なんかこれはなんか、はい、なんかそうやって言ってなんかそれでもダメだった場合こっち送れとかなんか書いてあるけど、結局なんか俺が思ったのはやっぱインスタ自身も、はい、そのやっぱ人間がやってることだもんで、うん、アカウントとかその、はい、なんかやり方がどうのこうのとかそのマニュアルがあるっていうよりはなんか人間が動いたのかなっていう感じ、はいはい、すぐパーンってなったから ID 送ってどうですかこうですかって言って返事も来てないけど、はい、あーもう向こうからの返事も来てない。来てない。俺は来てない。だってあのその子にも来てないって言った。あ、送っただけってことですよね。そうそう、社長とその元社員の人が、うん、で俺そのこれ俺はこの2つ送ってその子は1つ送って、はい、ものの1時間かかっちゃうな。お前おったよな。僕いなかった。で撮影あ行ったんだ、はい、あで帰りに電話かかってきましたね。それ復活しようって言って、はい、あの動画使えんでなって言ってな。ちゃんとやった。本当にリアルだもんな。リアルです。本当に撮ってたもんな。はいはい、ね、本当に撮ってたよね。まあまあ2、30分喋ったでしょ。喋りましたね。結構喋りましたね。本当にびっくりです。本当に復活して、ね、うん、まあそんな感じです。まあ、まあこれからリリーちゃんもちょこちょこ動画、ね、そうですね、うん、ちょっと落ち着いたね、はい、今引き継ぎも終わって、ね、結構インスタでもメッセージちょいちょいいただくんで、最近動画出ないんですかとか、やめたんですかとか。マジやめたいですよ。うちの会社そんなにいっぱい人が辞めるみたいやんけ。来年とかまたね撮影も多分動けると思うし、そうですね、でこれからまた企画も入ってきてくれると思うんで、はい、まあ、ぜひまた楽しみにしておいてください。はい、お願いします。まあ別件ですけど、あのインスタもそうだけど、はい、外気塗装、まあ、塗装の職人さん、足場の職人さんもいろいろおると思うんですけど、今外気のマッチングってやって、はい、外壁塗装するお客さんと業者をつなぐマッチングサイト、はい、これもう本当にまた求人道場と同じでもう無料で今使えるように、はい、でまあ有料にするよ。もちろんある程度のところでは有料にしようと思ってるんですけど、はい、まだ業者さん、まずとりあえず業者さんで何十社か集まってるでしょうかね。そうですね、はい、うん、でまあある程度のところ行ったらまあちょっと止めようと思うんですけど、まあ、まず業者が集まった時点で今、はい、サイト自体はもう今またね見積もり取って何百万もこのシステム的に、まあ、そこがすっげえ時間かかったけど、お客さんともう業者が直接やり取りしてもう変に俺らが仲介しないから、はい、パーセンテージをすごい下げる。普通のサイトだと1割とか抜かれるからね。そうですね、結構抜かれますよね。抜かれる、うん、でそういうのをできるだけ安くっていう感じで、はい、もうその代わりお客さんもその検索とかかけて、もう普通 あのマッチングアプリってあの業者が出てこんもん、ね、出てこないんだわ、はい、あくまでもその間に1個感動るもんで、まあ、まあそんな感じですわ。そんな感じです。よろしく、よろしくお願いします。また見てね。また見てね。